サポート付き貸し農園ならシェア畑。皆さんこんにちは。シェア畑リエットガーデン三鷹栽培アドバイザーの高畑です。今日は秋冬野菜で使いたいお酢の効果と活用事例についてご紹介していきたいと思います。お酢というのは最近非常に活用用途が増えて、農家さんなどでもお酢を使って病害虫予防や活力剤のようにしてうまく利用されている方も増えています。実はお酢というのは特定農薬といって、農業への利用が認められて農薬という形で登録されています。例えばエチレンや重曹など現在5品目あります。ですのでお酢を使った野菜というのは使った量や回数などしっかり記録したり表示できないと販売することはできません。一方、趣味の家庭菜園で言えば化学的な物質がないので比較的安全に活用することができます。しかし使い方を守らずに大量に撒いたりしますと野菜自体が傷んでしまうことがあります。使い方には十分に注意をしてください。今回はこのお酢について細かくご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それではお酢の効果について簡単に解説していきます。私がお酢を使い始めたのは今から5年ぐらい前になります。それはある本を読みまして、その本の中に自然農薬という部門があって、その中にお酢が載っていました。で、そのお酢をかけると活力が出るというので、これは面白いなと思ってですね、私も実際に使うようになりました。効果としてはですね、私が本で学んだ通りにですね、一つの活力剤として、効果がありました。若い苗で使いますと根張りが非常に良くなるというのが確認できました。さらに週に、2回程度かけ続けましたところ、虫が、つまりアブラムシですけれども、あまり、つかない、全くかけなかったものとかけたものでちょっと実験をしてみたんですけれども、かけたものにはあまりつかないということが分かりました。そしてそれはなぜだろうということを考えたんですけれども、このお酢には窒素を代謝するという力があります。ですので葉に窒素を溜め込まず代謝してしまいますので、窒素が好きな害虫はあまり寄りつかなかったということです。この効果が認められてから私は週に2回はお酢を使っています。今ご紹介したお酢の効果についてまとめていきたいと思います。まず一つ目は活力剤になるということです。先ほども言いましたけれども、まず根張りが良くなるということです。これはみるみるうちにですね、元気が出てきますので、はっきりと違いがわかります。2つ目は害虫対策に有効ということです。これも繰り返しになりますが、窒素を代謝するということで、害虫は窒素を求めてきますので、窒素分が代謝されてしまった葉にはつきにくくなるということです。ですので、これを定期的に酢水をかけ続けますと、他のかけない野菜葉よりは代謝のいい葉となって虫がつかないわけです。3つ目としては病気予防に役立つ。それはどういうことかというとですね、お酢には成分としてクエン酸が入っています。それを葉面散布しますので、葉面にそれがかかると、葉っぱの面にはいろんな菌がいるんですけれども、ある程度活性化されます。そうなると、例えばうどんこ病の菌などが飛んできたとしますと、そこに最初からいる葉面にいる菌が撃退するという効果があります。ただしこれはすでにうどんこ病に侵されてしまったような
葉にかけてもそれほどの効果はありません。ということでお酢一つで様々な効果が期待できます。即効性があるとか 100% 効果があるとか、まあ、そういうことではありません。ご自分の趣味の範囲である家庭菜園であれば、身近なお酢を使って病害虫対策をすれば、例えばお子さんの口に入るような野菜が少し安全に感じると思いますので、ぜひ試してみてください。ではお酢はどのようなお酢を使ったらいいのかということをご紹介します。お酢の種類としては穀物酢、米酢、今ご紹介したような醸造酢、こちらを使っていただくようにお願いします。間違ってもお砂糖とかそういうものが入った調合したものは使わない方がいいかと思います。では使い方をご紹介します。お酢は水で希釈するんですけれども、300倍前後を葉面散布用に、そして根元にかける場合は200倍前後がいいというふうに言われています。使うタイミングとしては3日かけ続けて3日休む、まあ、そのリズムが必要だというふうにも言われています。まあ、しかしながらなかなか毎日畑に行くというようなことはできませんので、畑に行った時、必ずかけるというふうに、すればですね、まあ、週に 1,2 回は使うことができると思いますので、まあ、それで十分かというふうに思います。葉面散布という言葉が出てきましたけれども、これは言葉の通り葉面、葉っぱの面に、かけるということです。その時使うのはハンドスプレーがあるんですけれども、それでもいいですし、それから蓄圧式ですね、蓄圧式のスプレーというのもありますので、一回蓄圧すると、自由にいろんな角度でこう出し続けますので、葉の両面ですね、表裏全体的にかけるのがいいと思います。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。